皆さんこんにちは、ケンです。のみです。私たちは普段ロードバイクを楽しんでいる夫婦です。そういったロードバイクの他にも自転車の魅力を伝える活動をしております。しております。はい。でところでケンさん、はい、赤と緑といえば何を思い浮かべますか？赤と緑、うん、私が乗ってるロードバイク。そうですよね、はい、あの赤いキツネと緑のタヌキが人気を競う食べ比べキャンペーン赤緑合戦が全国で開催されています。でこのイベントは赤いキツネと緑のタヌキのキッチンカーが全国47都道府県を回り、その模様を総勢42組のご当地クリエイターがご紹介する企画です。で私たちは福井県の担当としてお伝えをしていきます。どうぞご覧ください。ご覧ください。会場に到着しました。はい、私たちも衣装を着替えて、はい、私は緑、私は赤で、こんな感じです。はい。ここは福井駅から徒歩1分のハピテラスという場所になります。はい、ここでイベントが行われておりますが、会場の雰囲気はどうでしょう？はい、まだ始まってから10分ぐらいなんですけど、たくさんの福井県民が遊びに来てくれてます。うん、続々と皆さん食べ比べをして投票しています。はい、じゃあ私たちも食べ比べしたいと思います。はい、参戦。おお、あなたはどっち？はい、かわいいね、このサイズ。うん、手ごろサイズで、はい、そしてお湯入れます。うまそう。もう香りがすごいよね。じゃあ3分、3分のタイマーをスタート。スタート。はい、では完成したので早速いただきたいと思います。お腹すいた、うん、せーの、いただきま す, きます。じゃあまず赤からいく。まず赤からいきま す, きますこのサイズ感だったら2ついけちゃうね。うん、ペロリです。ペロリ。あー、うまっ。美味しい。あったまる。あったまる。今日の、気温にちょうどいいですね。じゃあお揚げ。いただきます。いただきます。どう？うま。噛んだら出汁が染み込んでて、なんか甘みがすごく出てくる。うん。うん、お出汁とかなり合います。緑の方もいただいてみましょうかね。あー、これはこれでまたいいお出汁が出てますね。美味しい。うん、これどっちか決めなあかんのか。これあの天ぷら、天ぷらはもうふわってしてる、うん、ふわふわがいいよね。緑のたぬきのいいとこはこうやって天ぷらと絡ませて、あ、そうそうそう、お蕎麦を食べるっていう、うん、それがたまんないよね、うん、完食です。汁の一滴まで飲み干しました、うん、食べきった上でさあ決めなければなりません。で投票はこのシールを、配られたシールを気に入った方の投票ボードに貼り付けて投票します。はい、じゃあ早速今から行きましょう。はい、現在は、あ、見てください。お、ちょうど赤も緑も同票ですね、うん、いい勝負。いい勝負やね。これは分からんね。これは福井県分かりませんよ、うん、どっちが勝つか分かりませんね。どうなるんですか。じゃあ早速やっていきましょう、はい、私はね、やっぱりね、昔から緑のタヌキが好きでして、うん、やっぱあの天ぷら、うんうん、天ぷらがね、ふわっとしてるのがたまんないですね。なので今回もこちら緑のタヌキに投票です。はい、マミは？私は本当に最後の最後まで悩んでるんですけど、うん、今も悩んでるんですけど、どうしようかな改めて食べてみて、あれ？行きたいけど緑、こっちにします。はい、はい、美味しかったですね。ありがとうございます。ということで、ケンマミは、緑に投票です。です。はい、一
ベントから帰ってきました。福井県の結果が届いたのでご報告したいと思います。赤いキツネ軍83票、緑のたぬき軍81票です。ということで僅差で福井県は赤いキツネ軍の勝利となりました。おめでとうございます。本当に最後までわからない戦いでしたね。詳細については概要欄をチェックしてください。また公式ツイッターも動画概要欄からチェックしてみてください。続いては福井県のお隣石川県チャタデーチャンネルさんにバトンをつなぎたいと思います。チャタデーチャンネルさん、よろしくお願いします。